いや、登坂、さくらと仲が良かっただろ。なのに面と向かって出ていけなんて2回も言うのは嫌だったはずだ。だから悪かったって。しっかりしなくちゃいけないのにまた登坂に負担をかけた。あ、いいけど。そんなの、私だって自分の安全第一でさくらを追い出したんだし。シローに自分の安全第一って。だってシンジがマスターだったんでしょ。あいつのことだからシロんとこにさくらがいるって分かったら目の敵にするに決まってるもの。だからシンジとの決着がつくまでは。あ、だよな。シンジから見ればさくらを人質に取ったように見えるもん。そういうこと。もっともそんなことは別にして、ここが危険なことに変わる。あんまり頻繁に夜出歩かせるのもなんだし、しばらくは遠慮してもらった方がいいのよ。それがさくらのためだし。まあそうだな。さくらには悪いけど、後で謝って許してもらおう。あら、ずいぶんと元気がないこと。さっき人を怒鳴りつけてくれた異性はどこに行ったのかしらね。ほっといてくれ。さくらはうちの平和のシンボルだったんだよ。藤姉と俺だけじゃ足りないところを補ってくれてたんだ。それは。なんだ、よくわかってるじゃない。それだけ言えれば合格よ。少しは勝ち切ってのが出てきたみたいね。何が言いたいんだよ、遠坂は。わからない。つまりね、戦いが終わればさくらは戻ってくるでしょ。シロは聖杯なんていらないって言うけど、それなら今まで会ってくれた平穏のために戦えばいい。しばらくさくらちゃんは来ないの？まあそういうことだから、藤姉もたまには家で親孝行したらどうだ。じいさん、娘に構ってもらえないって。お父さんなんかほっといてもいいの。私がいなくたって死にゃしないんだから。それにね、さくらちゃんがいないんなら余計私がしっかりしなくちゃダメじゃない。シロだって男の子だもん。万が一があったら懲戒免職よ。なことな。エミヤ君、何かしらね、今の透明。ないと思う。これはただの下宿じゃないんだ。俺だって分かってる。そう、よかった。やっぱりエミヤ君は信用できますね。当然です。シローは私でもちょっと趣味に走りすぎたかっていうぐらい落ち着いて。あ、そうそう、シロー、弓道部のことなんだけどね、三つ釣りさんが怪我したっていう話知ってる？三つ釣りが？なんだ、また他の部のやつと喧嘩でもしたのか、あいつ。まったく。で、怪我の方はどうなんだよ。割と深いのか。うん、それは大丈夫。軽い捻挫だって。学校の帰り道に怪しい奴に襲われたそうよ。あの子って俊足でしょ。スパーッと勢いよく逃げたんだけど、最後に転んで怪我したみたい。そうか。大事がなくてよかった。よりによってあいつにね。どちらにせよ間抜けな犯人だったな。俺はてっきり逃げた
たんじゃなくてノックアウトしたって思ったんでしょう。うん、あいつが逃げるなんて滅多にないか。しかし、そうか、蜜釣りのやつも俗には弱かったのか。ま、いいんじゃないか、それぐらいのイベント。ねえねえ、エミヤ君。私からもちょっと耳寄りな話してあげよっか。ん？なんだよ、今の話以上に耳寄りな話は難しいぞ。ほん、うん、今まで黙ってたけどね、私と綾子って仲良しなの。休みの日は二人で遊びに行くぐらいの仲。はい、今の話一言一句間違えずに伝えてあげるから安心して。エミヤ君も喜んでたって言ったら、綾子ったらそりゃあもう変わ。訂正したい、今のは言葉のあやだ。あまり人様に話すような発言じゃないんで、黙っていてくれるととても助かる。そうなの？なら黙っていてもいいけど、それなりの条件がないときついかな。ほら、ついポロッと口に出る。お前な、謙虚なセリフを言ってんのににんまり笑ってる。あら、ごめんなさい、別に楽しいわけじゃないから誤解しないでね。わかった、これから朝食は洋風にする。さっきお前が言ってた朝飯作るならパンにしろという提案も受け入れ。上出来ね。マーマレードだけじゃなくて、イチゴのジャムも忘れないでくれると嬉しいわ。ったく、日本の朝を何だと思ってやがる、この外国かぶれ。お前一人。いいえ、それは違います。朝食がパンになるのは私も嬉しい。加えて半熟の卵を用意していただければ。ああそうですか、わかったよ、洋食にすればいいんだろ。くそ、さくらが洋食にしたからって。ちょ、お望み通り、明日から朝はパンにするから、それで文句はないな。ならさっきの話は他言無用、絶対に蜜釣りにはバラす。なんでそんな無駄なことするのかな。なんだよ、無駄ってなんだよ、藤根。だって遠坂さんが話さなくても私が三つ釣りさんに話しちゃうじゃん。こんな面白い話黙ってられない。それじゃ行こっか、戸締まりはいい？シロ。いや、戸締まりはいいよ、俺今日学校休むから。ちょっと、学校休むってどういうことよ。え？お？そうよシロ、学校休むってシロどこも悪くないでしょ。いや、傷が痛んでるんだ、気温が下がると古傷って痛むだろ、そんな感じ。うん、それ嘘でしょシロ。嘘だけど、それで勘弁してくれ藤根。何も学校が嫌ってわけじゃないんだ、やることがあってそっちのが今は重要なだけなんだ。もう、そんな言い方されたら私の負けじゃない。シロが事情を話さない時っていつもそうなんだもん。
そういうわけだ。学校の方は遠坂に任せる。そう。まあエミヤ君がいようがいなかろうがこっちには支障はないし。確かな、留守は任せてくれ。しばらくはバイトも休むから家はそう開けないよ。わかった。それじゃあ行ってくるね、シロ。怪我で学校を休むんだからあんまり外に出ちゃダメよ。それじゃあね。今回はいいけど次からは事前に相談してよね、こういうことは。さて、雑巾掛けぐらいしとかないとな。しかしあれだな、剣の修行って言っても何？そもそも道具を使って喧嘩するのは苦手だったな。作ったり直したりする方にしか。待たせたな。今日からここで手ほどきをしてもらうわけだけど。ん？どうかしましたか、シロ。何か意外なものを見るような顔をしていますが。いや、セイバーの服がそのままだったから驚いた。てっきりあっちの格好で来る。はあ、武装している方がいいというのでしたら着替えますが。そうですね、たとえ試合とはいえ鎧をまとわないのはシロに失礼です。申し訳ありません。すぐに着替えてきます。あ、いや別にそういうわけじゃない。ただの思い違いだからいいんだ。俺もどっちかっていうと鎧姿より。は、ですがこの服装ではシロの気が済まないのではないの。気が済まないって、確かに今から試合するぞって感じじゃないけど、セイバーが動きやすいって言うんなら問題ないだろう。昼間。それはそうですが、この服装で剣を振るうのはおかしくはないでしょうか。なんでさ、似合ってるんだからおかしくなんかないぞ。俺セイバーは鎧姿より今の方がいいと思う。うん、理解しかねます。この服装は確かに気軽なのですが戦闘には耐えられないでしょう。セイバーとしては不向きな姿。その格好で戦うなバカ。セイバーは女の子だろ。女の子にはそういう服のが似合う。さて、それでどういった鍛錬をするんだセイバー。方針は全部セイバーに任せるから。なんだよ、市内じゃダメか。まさか僕と。いや、真剣を使え。あ、いえそのようなことはありません。せっかく優れた試合用の模造刀があるのですから。よかった。さすがに木刀で試合をするのは武装すぎる。で、本当に何をやればいいんだ。まず素振り500回とか走り込みとか、そういう体力作り。その必要はないでしょう。私から見てもシロの運動能力は水準に達しています。これ以上肉体面を鍛えるのであれば、それは。シロは魔術師としては未熟ですが、戦士としては悲観したものではないと思います。幼い頃から。まあそれぐらいしか取り柄がなかったからな。体を鍛えるのだけは。それが幸いしたのでしょう。ランサーに襲われて死に至らなかったのは
四郎の装ですが、それは武器になるほどのものではありません。人間には限界がある。四郎の体はその限界の域にはほど遠いし、突破することも。ですから私が教えることはただ戦うことだけです。戦うことだけってどういうことだ。今の口ぶりからして戦う方法を教えてく。当然です。一朝一夕で戦闘技術など身につくはずがないでしょう。私にできることはマスターに一回でも。そもそも人に物を教えることは苦手なのですから、私に指示されても困ります。もしもし。つまり、要するに、ただし。ええ。ただそれだけです、マスター。寸止めはなし。お互い相手を殺すつもりで撃ち合いましょう。そうですね。一時間もすればどういうことなのか、理解してもらえると思います。折れているのならもっとたくましい腕になっています。重度の打ち身ですが、今の四郎ならじき。そうか。よし、ならもう少し。まだ続けるのですか、四郎。確かに打ち身ではありますが、すぐに動いていいものではありません。容赦なく人の腕に打ち込んできて何言ってんだ。いいぜ、セイバーが乗り気じゃないんならその好き。人の話を聞いてください。明らかに四郎は疲労しています。そんな体ではせっかくの修練。いやでもな、こう明らかに手加減されてるのに打たれっぱなし。せめて人たち、セイバーの眉ぐらいは動かさなきゃ。悔しくて倒れられん。驚くというのでしたらもう十分驚いています。強情だとは思っていましたが、まさかこれほどとは思っていなかった。悪かったな、根本的に負けず嫌いなんだ。ええ、それは嫌というほど思い知りましたので結構です。ともかく休憩にしますか。床も汗で滑りやすくなっている。極限状態での模擬戦でもなし、疲労困憊して足場も不確かなどという。なんでさ、普通戦闘訓練ってのは最悪の状態を想定してやるもんだろ。それこそ無意味です。いいですか、シロ。あなたがサーヴァントと戦うというのでしたら、体力は万全、足場は完全、逃走経路は確保済み。あなたは全てが充実した状態でなければサーヴァントと戦いにさえならない。最悪の状態で戦うという時点であなたは。つまりこういう状態では間違っても戦うなってことか。そういうことです。そうなってはどのような奇跡もシロを救いはしないでしょう。あなたの戦いはまず自身を万全にし、的確な状況を模索することから始ま。納得。それじゃ申し訳ないけど休ませて。
お疲れ様でした。どこか痛むところはありますか？痛まないところのが珍しいぐらいだ。ほんと容赦なくやってくれたな、セイバー。こうまで一方的だと。はい、シローに合わせて加減はしましたが、容赦はしないよう心がけました。手心を加えては戦いにはない。そうだな、おかげで今なら首輪が外れたドーベルマンが走ってきて。ってドーベルマンぐらいじゃまだまだか。俺も全然修行が足りなかった。いいえ、そのようなことはありません。シローの打ち込みは一心で力がありました。時にあまりの熱心さに。いや、ちょっと待った、水飲んでくる。俺、水ですか？それでしたら私が汲んできますから。シローは安っ。セイバー、以前はどんなやつだ？はい、何か言いましたか、シロ？あ、いや、セイバーはどんなやつだったのか想像してただけだ。別にセイバーの使命を知りたいんじゃなくて。はあ、私がどういう人間だったかです。おかしなことに関心を持つのですね、シロは。迷惑だったら聞き流してくれ。単に思いついただけなんだ。セイバーはセイバーのサーヴァントだけど、サーヴァントになる前はもっと違った人間だったんじゃないかって。それはありえないと思います。サーヴァントになったからといって性格が変わるわけではないし、私は生まれた時から剣を与えられた騎士ですから。あなたの言うように。うわっ、じゃあ昔からそんなにきつい性格してたのか、セイバー。そりゃ大変だ。俺、周りの人たちに同情するかも。それはどういう意味でしょうか。私は厳しくはありますが、周りに強要した覚えなどありません。嘘つけ。今日の特訓ぶりでな、セイバーが情け容赦ないやつだって見ろ、このミミズバレ。人がちょっと間違えただけで危機として打ち込んでくるんだから、この鬼卿。私は喜んでなどいません。シローには申し訳ありませんが、厳しくしなければ鍛錬にならないでしょう。何ですかその目は。いきなり黙り込むのは卑怯だと思います。ああ、いや、セイバーがそういう風に怒るのが意外でびっくりした。そうですか。
私としては思った。ああ、セイバあんまり自分の感情で話さないじゃないか。そうでしょうか。私は自分の心だから。それはセイバーの気持ちじゃなくて考えだろ。そうじゃなくて、素直に思ったままのことをあんまり話さないじゃない。それは当然です。私に求められるものは個人としての意見ではなく立場としての意見ですから。それ私はセイバーのサーバントとしてシロを守る。そのため以外のことを口にするべきではないし、考える必要もないでしょう。それはそうだけど、それじゃあセイバーがつまらないだろう。セイバーには役割があるんだろうけど、それにかかりきることはないんじゃないか。セイバーにだって。ですから私のやるべきことはシロを守ることです。ただでさえマスターとして未熟だというのに、私の言うことも聞かず戦おうとするあなたをこうして。いや、そういうことじゃないんだけど。まあ、セイバーが。セイバー、始めよう。休憩はもういいよ。そうなのですか。見たところ体の熱は下がったようですが、痛みの方はまだ収まっていない。構わないよ、そんなの。ただの打ち身なんだから、多少の痛みは我慢する。今のしかし、それで悪化しては鍛錬の意味がない。もうしばらくは様子を見るべきだと思いますが。いいからいいから、遠坂が帰ってくるまでにやっときたいんだ。あいつにはこんな姿。うん、わかりました。確かにいずれ敵となる凛にシロの腕前を多少無茶とは思いますが、そういうことでしたらペースを上げていきましょう。セイバー空腹のようです。鍛錬に夢中で気がつきませんでした。うん、そういえばもう昼か。いや、ちょうどいいし昼にしよう。ささっと材料買ってくるから、セイバーは今で休んでいてくれ。シロ、外出するなら私も付き添いますが。大丈夫、すぐ近くの商店街だ。真っ昼間から襲いかかってくるやつはいないし、セイバーがいたら逆に目立つよ。本当に危険はないのですね。ないって。すぐに帰ってくるから待っててくれ。出費だ。なんだってこんな甘ったるいもんのために1000円も払わない。
お前は。よかった。生きてたんだね、お兄ちゃん。まさか、ここでやる気か。ん？おかしなことを言うんだね。お日様が出ているうちに叩く。お前、確か、イリアスフィール・フォン・アインツベル。長いからイリアでいいよ。それで、俺は、エミア・シロ。エミア・シロ？なんか言いにくい名前だね、それ。俺もそんな発音で言われたのは初めてだ。いいよ。覚えにくかったらシロでいい。そっちが名前だ。シロウ？なんだ、思ってたより簡単な名前なんだね。そうか、シロウか。そう身構えなくていいよ、シロウ。今日はバーサーカーも置いてきたの。お兄ちゃんだってセイバーを連れ。いや、おあいこって、お前。ね、お話しよう。私ね、話したいこといっぱいあった。待て、いきなり何しやがる、お前。新手の策略か、こい。何って、だからお話だよ。普通の子供って。いや、それはそうなんだが、俺とお前は違うだろう。マスター同士だし、一度戦っ。それは違うよ。私に敵なんていないもん。他のマスターはただの害虫。けど、いい子にしてたらし。もう、とにかく離れろ。お前めちゃくちゃだぞ。ない。あ、そ、エリア。何？お兄ちゃん、私のこと嫌いな。わかった。話をすればいいんだろう。おとなしくするから、それでいいか。うん。それじゃあ、あっちの公園に行こう。さっき見てきたんだけどね。ちょうど誰もいなかった。ほら、早く早く。急がないと置いていっちゃうからね、シロー。
あいつ本当に先行っちまったぞ。何なんだあいつ。話をしようって、何話せって言うんだ。セイバーのこととか知りたいのか。え、セイバーのことってどうして。だって俺たちマスターだろ。敵のサーバントの情報は知りたいと思うだろ。何よ、そんな話は嫌よ。もっと面白い話じゃないとつまんない。いや、つまんないって言われてもな。なら、イリアは何？そんなのわかんないよ。私、あんまり人と話したことってないんだ。だから、お前な、そんなんで話をしようだなんて連れ出したのか。物事はよく考えてから行動しろって教わんなかったか？なんか、いいよーだ。そういうのはシロウに任せるわ。レディをエスコートするのは男の人の責任なんでしょ。なら私はシロウについてけばいいだけだもん。いいや、もしかしてさ、え、うん、寒い。私、そうか。いつもはそうでもないんだけど、今日は妙に寒いからな。寒いのが苦手なら答えるだろうけど、その、貴族っぽいんじゃなくて、貴族だよ。私はアインツベルンのね、古いお城、いっつも寒くて雪が降ってたんだ。だから、寒い国に生まれたのか。なら寒さには慣れてるもんじゃないのか。慣れてるけど寒いのは嫌なの。私、冷たいのより暖かい方が好きだもん。ああ、そりゃそうだ。冷たいよりは暖かい方がいい。だよね。うん。だから寒い日は部屋の中で温まってるの。でも雪は好きよ。うまいこと言うな、イリアの親父さんは。確かにイリアの髪は雪みたいだ。でしょ？この髪はね、イリアの自慢なんだから。私の中で唯一。ねえ、シロは？シロはお父さんから譲ってもらったものってあるの？あ、魔術子。マスターとしてじゃなくて、お父さんとして譲ってもらったものだよ。え、俺？その前は名字。で、最初にもらったのは。そうだな。イリアみたいな両親から受け継いだ肉体的な特徴はないよ。けど、それに負けないぐらい多くのものをもらってきた。でも、今の話だと、シロウは魔術刻印を受け取らなかったんだ。おかし…あ、いや、魔術刻印のない半人前の魔術師だけど、マスターだぞ。そういうイリアは、その、マスターなんだから、魔術…え？
私、魔術師なんかじゃなくて普通の魔術なんて教わらなかったもの。はあ？じゃあ親から魔術刻印を受け取らなかったのか。そのお城を持ってるぐらいの目。そうだけど、魔術刻印ってマスターになるためのものじゃないの？だから。なあイリア、一つ聞くけど、イリアはどこに住んでるんだ？どうも聖杯戦争のためだけにこの町に来たみたいだけど。ホテル？それって別荘のこと？ああ、似たようなもんだ。家じゃないけど泊まれるところ。それならあるよ。ほら、あっちに大きな森があるよね。そこの奥におじいさまのおじいさまが建てた洋館があるの。アインツベルンのマスターはね。あの森って車で1時間もかかるだろう。そこから一人で来てるのか、イリアは。うん、今日は抜け出してきたの。セラもリーゼリットもメイドのくせに、せっかく日本に来たんだからその間ぐらいは外に出てもいいと思うの。欲しいものは何だって手に入ったけど、いつも部屋に閉じこもってたって。イリア、うん、雪が降るとね、体に悪いから外に出してもらえなかったの。だから大抵、あ、でも大丈夫だよ。こっちはお城ほど寒くないから一人でも。食べるか、安物だけど。え？何それ、食べ物？そうだよ、甘いのは好きじゃないけど、これだけは別だ。うちは親子ともどもお茶受けは。そのやる、一人で食ってもうまくないから二人で食おう。けど本当に、イリア、真面目な話なんだが。イリア、どうした？なんかあったのか？うん、もう帰らないと。バーサーカーが起きち
くん、夕食だけど。何よ、バカみたいに立ち尽くして。Give me a reason, you know that I'm leaving.